皆さんどうも、よしふみです。2021年も、たくさんたくさんお世話になりました。今年はね、残波としてはなんですけど、ニューシングル明日天気になれのリリースが決まって、そしてコロナ禍にもかかわらず、いろんなところでキャンペーンライブをさせてもらって、たくさんの方がね、駆けつけてくださって、 CD を撮ってくださって、そしてその結果、初めてのっていうか悲願のかな、残波としては、オリコンウィークリーチャート演歌歌謡部門で1位を取ることができました。本当に皆さんのおかげです。改めてありがとうございます。本当にね、これが一番残波としては大きな出来事だったんじゃないかなと思います。そして7月には、笠間でですね、ホールコンサート単独開催することができて、たくさんの方が、これもねソールドアウトで大成功に終わったんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。そしてなんだろうな、やっぱりそれが一番だったかな、明日天気になれのリリースと、そう振り返るとね、もちろんたくさんあるんですけれども、本当にこうコロナ禍になってさ、いろんなこう今までできてた場所がちょっとたくさん減ってきた中で、最善の努力をして、で途中ねメンバーがコロナになったりとか、感染者数が増えてライブ自体が延期になったりとかたくさんあった中で、みんながそう信じて来てくれたんで、本当に幸せな、振り返れば幸せな1年でした。今年は残波以外で個人的には健康面ではねすごく、体調が良く心身ともに、特にもともと何が持病があるとかってわけではないんだけれども、体がねちょくちょく痛いところはあったりとかするけど、その風邪をひいたりとかそういうことがなかったら、それもこうパフォーマンスに生かされたんだと思います。改めてこのよしふみチャンネルからも伝えさせていただきました。2021年本当に本当に皆様ありがとうございました。2022年もよろしくお願いします。良い一日を、良い大晦日をお過ごしください。以上、よしふみでした。バイバイ。良いお年を。カット。はい。思い出になったみんなの笑顔、よぎると一言、楽しかったよねって憧れになるの。